演舞開演。どうも、本日はこちら至福の一品古今東西ラーメン食べ比べセットというものを食べてみたいと思います。とこの中にこういう風な麺とこちら3種類のスープが入っているみたいですね。で、味噌は札幌、醤油は喜多方、豚骨は博多のものとなっているようです。あー、どれから食べるか楽しみですね。でも麺、まずこれをどうにかしないと楽しみになりますよね。というわけで茹でてきますので、しばしお待ちください。では、麺を茹でている間にスープの処置をしちゃいましょう。あ、中身はこういう感じですね。この箱の説明書によりますと、これスープを別で作るんですよね。こういう風になんか変わってますね。これもこだわりなんでしょうか。では本日はこちらの豚骨スープを飲んでみたいと、いや、食べていただきたいと思います。飲んでみたいことおかしいですよね。いや、おかしくはないか。どっちなんだろう。なんかいい色ですね。濃厚そうです。ではラーメンが出来上がるまでしばしお待ちを。出来上がりました。なんかいろいろ乗ってますね。博多ということで、せっかくなので家にあった明太子もトッピングしてみました。あとおネギやチャーシューも入ってますよ。美味しそうですね。ではいただきます。やっぱり豚骨は濃厚ですね。うまみがたっぷり染み出た豚骨スープは意外としつこくなくて、結構あっさりいただくことができました。まあお湯の分量がちょっと多かったのかもしれませんけどね。そして麺はもっちり弾力があって、すするとその豚骨を見事に吸収していて、口の中でふわっとうまみを広げてくれて、とっても美味しかったです。まだ2つありますので、残るラーメンもこれは期待が持てますね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。